をご覧の皆様おはようございます。本日はですね、私たまちゃんがスロットスタイルの収録ということで、こちらは大分県大分市にあります丸光鶴崎店さんの方にやってまいりました。こちらの番組スロットスタイルはですね、投資上限が3万円と決まっているんですけれども、抽選番号がですね23番だったんで、ちょっと朝一新体の方ですね、オス番長3が導入されてたので、それを狙おうかなと思ったんですよ。いつもとは違った感じで信頼も落ちたいんで、だけどちょっと多分取れないので、いつも通りの立ち回りで行ってみたいと思います。おはようございます。ちょっとスロットスタイルなんか好きにしていいよってことだから、まず私ルールね、ホール走らない。私歩くの遅いけど走らないです、早歩き程度。どこだ、あら、あ、番長3、あ、さ、オス番長3じゃない、あれどうしよう、バラエティも捨てがたいんだけど。待って、あ、でも出てる、一応取っとくか、一応取っておきますか。それではですね、本日は朝一こちらのオス番長3の方で実戦の方をしていきたいと思います。ちょっとですね、初打ちなんですけれども、やっぱり初打ちいずれは来るということで、本日はねまだほぼほぼ何も知らない状態でオス番長3の方を打っていきたいと思います。投資の上限の方が決められているというこの状況で、最近スロースターターの私はやれるのか。一応ですね、今回のオス番長3の方はですね、こちらのベルで、ベルがかなり重要になってくるということなんですけど、朝一はモーニングの移行抽選が移行していると、エアリティン当選率優遇 80% ループストックに期待できる、もう完全解析ダダ読み前乗りで来てて、まあ、雑誌をね持ってきてたんですよ。で昨日夜ちょろっと見てて、読んでる最中に、あ、多分これ取れねえと思って読むのやめたの。なんか来るかな。これが MB の停止型ですね、バーリプリプで、 MB の後は、まあ、何かしらで、これがベル7回目ですね。本日の対決連チャンでは長ったらしいよ。でやっぱりエフェクト自体もなくなりましたね。あ、でもね、今何回転かなとか思ったんですけど、あの1000円で今のとこ53回回ってるんですよ。あれれ、すげえ回るぞ。2K のクレジットがまだ30枚ある状態です。一応通常時はベル最大200回で天井なんですけど、だいたい1500回とかだったかな、1500ゲームで、まあここの下の部分を見ればわかるらしいんで、あ、チェリーはね狙わなきゃいけないんだよ、本当はここに7、青7、赤7を狙わなきゃいけないんだよ。私上来ましたね。今日初めての対決、今日初めてのっていうか、私こちら初打ちなんで本当に初めての対決です。はい、さきさんと面子します。
期待度は星2つ。ちなみにどの対決も対決以降時は勝率 20% 以上。さらにですね、敗北、内部的に敗北してた場合でもこの対決中にベルを引くことによって 20% 以上で勝利への掛け替えを行っているということなんで、この対決中に MB なんか絡むとかなり熱い。そして今もベル来ましたね。でもカットインはなかったのよ。負けたよ。はい、ダメ。今のはでもあれか、チェリーの方での対決だったってことかな。俺がリセットされてないんで。チャンス目ですね。音がすごいね。これ懐かしい。ゲームできる机よくやってた。喫茶店でよくやってましたよ。なんかあのデジタルの女の子が脱いでくれる麻雀とかやってた。このまま MB で対決。ノリよ、あれよ、運動神経いいかな。あ、第一ショット外れ。双子？双子なの？はい、対決。対決もやっぱ特訓絡みの方がいいんですよね。ほもほも。これでこれを狙ってこっちの右レールも同じものを狙うと。でここに止まった場合がチャンスチェリーになるのか。なんかこういう音楽なの？一応ですね、商店街ステージ夕方行ったんですけど、もともとこういう音楽なの？これまだね、もしかしたら対決連チャンにいるかもしれないってことですよね。前兆かもしれないステージで、これで3目。おお、しかも特訓経由だ。ドキドキできるやつじゃん。早く化石を発掘しちゃって。まだ化石が落ちてこないけど。あー、落ちてきた。発展だけど。おお、なんか完成して、あ、バスケットになった。ちなみにバスケットはあ、でもこれもまあ期待度的には 50%。 まあここでもあとはね、ベルなんか引けちゃったりしたら。引けちゃったよ。負けないでよ。
男の方がバスケ上手いって相場決まってんだから。あ、でこれ MB じゃん。でシュートしたじゃん。あ、じゃあもう書き換えなくても勝ってたんだよきっと。やったー、243回転ですね。特訓経由の対決で完全勝利と。総投資がちなみに6000円ということで、上限なんてもうクソくらいだよで今回はですね、通常時からは基本的にはこちらの頂きジャーニー ART の方に突入するんですけど、1ゲームあたり約純増 2.0 枚、1セット40ゲームプラスアルファのセット数上乗せ型となっております。スタート、はい、行ってまいります。移動しないから、早速移動しないかな。赤だからこれはステージ移行しますね。ステージアップして、こちらベル天井回数が32回って書いてあるよ。対決連チャン以降にも期待できるみたい。あと集合時間まで3分。これが共通ベルシー、まあ、下で152分の1の上で123分の1。でも今はね、コーテよりかはね、自分の初打ちがどこまで力強いかっていうところ。間に合わなかったの、ほんと急いで。でもいけそうな気がする。いけそうな気がすると思ったんだけど、終了なんだ。単発。まあ、すでに私の中では結構楽しい。ちょんべこ。対決。特訓経由してくれたら、お特訓だ。よしよしよし、特訓経由の対決勝利期待度、細かいところで 51.6% とは書いてますね。あー、このまま対決だ。ちょっとさっきよりかは弱い感じはするけど。おお、バスケは、おー、調理実習に変わったよ。ちょっと岩尾の調理実習は、ま、もう暑いですねこれね。もうパシパシ打とう。玉ねぎ激熱。まあ、でももう岩尾自体がね、かなり暑いもんね。やったー、早めの52ゲーム完全勝利です。本日2回目のいただきジャーニー、今回は単発だけは回避したい。あ、対決だ。MB よ。カットインが弱いな。Oh.
ます。ここで、まあ、ストックですかね。おお、これなんて言ったっけ、ペナント、ペナントペナントだ。これはストックあるんで全員集合。2日目ですね、こちらのステージは、まあ、対決に発展してその対決で勝つと、あ、パネルショートをした対決か、誰と対決に勝利すると番長ボーナスよ。うわー、ダメじゃん。ここでペルーを引かないと。よし、とりあえずは。でもカットインが弱い。あ、勝った。え、嘘、マジで勝った、番長ボーナスだ。激アツステージね。これはもう赤ななですね。あら、いい流れじゃない。番長ボーナスです。誰にします。とりあえずはじゃあもうトドロキーの方から行こうかな。全部制覇しましょう、トドロキで。はい、まあ、今までとはほとんど変わらない感じですかね。映像がすごいリアルになった。ここにどんどんベルが加算されるということで無駄引きが全くない。ラスト、ちょいっと、あ、溜まったってこと、男気。これは番長ボーナス後は40に、はい、今度は誰や、ノリオ。対決中このゲーム数がね止まってるのも嬉しい。おいおいおい、いつも通りのパターンなんだけど。よし、いけるでしょ。いけないかい、やっぱり厳しいね。2日で終わりました。でも424枚、パンチョボーナス絡んでくれたんで枚数的にはもうプラスですからね。マイナスに突入してる。300回、トータルベル44回。ちょっと残りすぐ使い切っちゃうパターンな気がする。何もないままのなんだけど、あー、バトミート、あー、でも期待度4つもあるの。いける、これはいける、これはいけるでしょう。カットインも初めて色がついた。はい、ハマりにハマって641ゲームで完全勝利。よかった。結構ずる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 投資しちゃうんですよ、これ気づかない間に。
特訓ですね。特訓が熱い。対決いった、これいった。しかもちょっと熱そうなんですけど、熱いでしょう。バスケでも熱いからね、もう岩尾っていう時点で。よっしゃ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 。これが、まあ、黄色なので一応ループリッチ期待度的には下から2番目ですね。このまま集合場所いただきます。あ、さっきとちょっと違うね。コパンダになったけど、なんかあるかな。対決いくかな。いったぜ。ここで MB ですからね。どうだろう、ちょっといつもよりはチャンスアップとして強めですけど。お、よかった。これは青だ。よかった。はい、行きました。さっきと同じですね。番長ボーナスの、まあ、本前兆かフェイク前兆として移行するステージ。まあ、対決には絶対行くと。さっきさきちゃんでもね。お、チョッピー相撲をやめて。お、ラグビーだ。今日本日初ですけど、ダイドさん。これベルいいんじゃないですか。白だけど、よかった。またしても、あ、そっか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 。赤7。じゃあ次は完全告知にしましょうか。カオル先生、はい、完全告知です。本作はどんな音で告知をしてくれるのか。あらららららら ら, ら、ダメでした。最後の最後に377枚で、また40分からなんですけど、まあ、やっぱりね、セット開始時のビッグボーナス、番長ボーナスの抽選、まあ、今ね、3日目だったんで、やっぱかなり1回目、2回目、1日1セット目、3セット目、6セット目は熱いかなと。お、またあるかもしれないよ。誰ですか。お、チャッピーだよ。種目がね、おー、いけるんじゃないかしら。あー、あ、ベルだ。よし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 、またこれで番長ボーナス。ほい、あー早い。
まあ、流れとしては次ミサオちゃんなんでミサオちゃんを選びます。とりあえず3種類はやっとこうかな。あと告知、はい、ラスト1ゲーム乗ってるかな。コパンダ飲みルーレット、うわー眠いち、うわーやっぱり眠いち、うーそしてダメダメだけど530倍ですよ。はい、まだ足りない。いけるかな。いった、よかった、4日目だぜ。終了、ちょうど巻き返したぐらいで、あでも駄目か。まだちょっと続いてるな。あ、また左から出てきたから果たし状。あ、特訓か。ほよよ。早い、お超レジッシュだよ、ノリオと超レジッシュ今日初めてだよ。あ、MB 絡んじゃったよ。かわいそう、豚がかわいそう、赤い、大丈夫、はい、いやー長かったぜ。といってもね261ゲームですけど、どこに行くか、いった、とりあえず対決は絶対行くし、あれ温泉行くの、さすがに行かない、あ、これで対決かな、あこれ負けられないよ絶対、いける、いけるよちょっと、あ液晶がね、あら、おお、よかったよかったよかった復活パターン、見とこうかな。よかった、
本当に番長ボーナスが絡んでくるんですよね。はい、番長ボーナス1セット目でいただきました。まあ赤七ですけど番長ボーナスは嬉しい。まあ、50ゲームのゲージボーナス届きします。また乗らなかった。単発かしら。まあもうループストックにかけるしかないけど、初めてのカットインだよ。よかった。カットインなし。おー、でもいった結構あっさりと3連目。さあ3日目なんで、もしかしたら番長ボーナスにも期待ができると。これでね、ステージがどこに行くかがかなり重要になってくるんですけど、400枚、総投資12000円の631枚でオス番長3の方は終わります。移動します。時間のことも考えるとリノぐらいがちょうどいいかな。770、はい、2代目はこちらのねリノの方で私は最後を締めくくりたいと思います。おっと来た、早速来た。んー、どうしよう、どうしようかな今日もダメな日かもしれないでも開始27ゲームで来たんで今のところ上出来ですよ。ちなみに今はあの持ちメダルの方で遊戯中です。やっぱもう隠すべきね、見ない方がいい。もうたどり着いた先はそこなんですよ。考えたってしょうがないから。もうあとはハサミ、このハサミ打ちね。基本的に私みたく逆押ししてればここの上段にトマトが来れば、まあ、トマトチャンスなんですけれど、これはリンゴね、リンゴハサミをしてた方がいつもこうピピってうわって止まっちゃうんですけど、ハサミをしてたらわーわーわーってなった瞬間にもうあの当たったか当たってないか、トマトの正解か不正解かが分かるんで、そっちの方がね気が楽なんですけれども、なんか人生の5分ぐらいなんか楽しんでない時間を作ってしまったなって思っちゃうんですよ。おっと来たよ。あと、いや、まあだからもうね、見ない系にします。ボタンこれでしょ。えい、やった見なかった918ゲームでトマト揃った、やったえー、落ちないでね、ちょっと楽しませ3連ぐらいして楽しませてくれ私を。いいね、いきなりボーナスいただきました。この終わった後の
1ゲーム目を私はめちゃめちゃ大事にしてて、1ゲーム目でピンチ目が来るともう大体転落してるっていう、もういやオカルトと言われたらそれまでなんですけど、もう私の経験上そうなんです。よし、もうこれだけでもう大満足あー来た、あーでもこれレモンの方かな、そうですねレモンの方で、やばいあーもうこれはダメだ、これはダメな方だ、落ちてたよこれね、さすがに約300枚のメダルをリノに使って怒りますわ。ワンビッグワンビッグ分のメダルを伸ばして、ここで実戦終了です。実戦終了。そんな感じでですね、本日の私のスロットスタイル見ていただけましたでしょうか。朝からですねバラエティ行くと思った人がいっぱいいる中、なんと座れてしまった新しいオス番長3ですね。こちらがまあ流れは悪くなかったんでしょうけど、ちょっと時間とかいろいろ考えたらやっぱ私リノを打ちたいと思ってですね、最後の方は大好きなリノで実戦を終えました。結果の方はですね、まあ、リノは持ちメダルで打っていましたので、オス番長3の方で564枚投資、そして回収が350枚ということでマイナス214枚ですね。はい、大分の旅費に比べたら全然可愛いもんです大分初めて来たんですけど、あったかい言葉いっぱいかけていただいてありがとうございました。またですね遊びにも来たいし実戦でも来たいので、その時はまたよろしくお願いします。今回はですねこの辺で実戦と動画の方終了させていただきますので、またぜひアップされた際には私の動画ぜひピマット様の動画も一緒に見てください。それではまたありがとうございました。私の立ち回りは真似しちゃダメだよ。